僕最終学歴が専門学校なんですけど、まあアニメ系というか漫画系というか、で入学する前にあの課題で何かアニメや漫画のキャラクターを描いてこいと言われたんですね。でいざ僕描いて、いざその入学初日ですよ。で他の人が描いた絵を見るじゃないですか。ちょっとね、僕こう思いました。初日ですよ、やべえ、間違える間違えてしまったなって、ほんと止めました。でもそんな僕がこれから絵で食っていきたいとか思ってんだから、結構傍から見れば無謀だよね。